高橋栄一郎は、日本のプロ野球選手、政治家。元山形県新城市長。山形県出身。新城北高では、AS として1954年春季東北大会に、出場。決勝に進出するが、青森一高に敗退。夏は、県予選で破れ甲子園には出場できなかった。慶応義塾大学へ進学。 東京六大学野球リーグでは1956年、周期リーグで優勝を経験するが、自身の活躍の場はなかった。リーグ通算32試合登板、6勝2敗。大学同期に、辰巳はじめ、赤木健一がいる。日本ビールに進みとした高野球大会に2年、連続出場。1960年の同大会では、同僚の城之内国らと共に、 チームの準々決勝進出に貢献するが、松下電機の松浦道夫に抑えられ赤敗同年9月には全日本社会人野球、選抜チームの一員としてハワイに遠征。1961年に読売ジャイアンツに入団、1年目から一軍で中継ぎとして起用される。10月11日には中日を相手に初先発。 柿の元のミノルと投げ合い4回を1失点に抑える。10月18日の最終戦で2度目の先発。広島を相手に3回1失点を記録するが、同年は勝敗ともにつかなかった。南海との日本シリーズでは2試合に当番3回を無失点に抑える。1962年も7試合に当番するが、白星には縁がなかった。1963年に、 南海ホークスへ移籍。開幕第3戦から、先発陣の一角として、活躍。4月21日には大前から初、関東勝利を飾る。同年は、森中地下用、ジョースタンカにつく27試合に先発。11勝を挙げオールスターにも出場している。1964年は先発で結果を残せず、その後は主に中継ぎとして起用される。 1967年限りで、プロ野球を引退。1989年父、高橋喜一郎の引退を受け、山形県新城市市長選挙に出馬し初当選。以後、5期18年間もの長期にわたり、市政運営に当たってきた。市長在任中には、プロ野球選手時代の新城強志を、新城市を挙げて応援したことで知られた。 市長在任中の2007年8月9日午前1時35分、水腫用のため山形市内の病院で死去。71歳を打つ。葬儀は新庄市と最上広域市町村県事務組合の合同葬で営まれた。ありがとうございます。